こんな感じですけど、よいしょ。さっきのドワーフの話についての解説を2つした、あ、1つしてみた。それは丸刈り、霧の丸刈りだのおかじしっぽい話と、もう1本目からするのは、カジシっぽいの謎のについては、物語を待っててください。多分ね、西暦2500年、あ、2600年か。まあ、その辺に公開されるはずです。霧の丸刈りか。それまでは秘密。いつもそうですから、今回もそういうふうに言ってます。一応ね、もうちょっと早いかもしれない。ね、時代の流れだと、西暦2200年ぐらいになるかもしれない。一遍だから2219年に公開されたことあるんじゃないかな。書いてたの2002年ぐらいだから、その時に。今回は2013年から書かせてます。ほいで、ちょっとずつね、そのグレードアップ、うちのね、成長、うちの、まあ、生き方のね、成長に伴ってね、物語がちょっとずつね、マシなものになってきてます。でね、うちのその、能力、魔術能力も高まっています。で、武道の能力もね、少しずつ上がってきてるかな。少しずつでいいんですよ。でね、それともう一個は、言わなあかんのは、その前、カジシのね、言ってる内容ね、あれがまあ、錬金術かなと思うでしょ。違うんですよ。料理のね、まあ、5行。五行のこと。で、陰陽五行の話なんです。実際料理なさってみたら、ドワーフの言ってる苦いもの、そして辛いものについてのね、解釈なんで、そのことでね、まあ、ね、料理なさってる方とか、まあ、調理師の方とか、それはそうだって知ってる話。要するに飯屋さんが知ってる話、ね、なんですよ。で、だからもう一個言わなあかんのはですね、結局まあ、まあ、うちはね、それは主婦やからいいけど、うちの夫がね、やっぱりどんだけ鍛冶屋の旦那みたいにね、優れた長老肌でね、やっぱ知っておきますよね。それはそうです。皆さんからかつてどっかで長老だったし、どんどん崩壊していってるから皆さんね、実は。崩壊していくともう子供にはね、生まれないし、人間の子供にも少なくとも生まれなくなる。遺伝子が崩壊していくわけだから。だから嫉妬だけ残るタイプの遺伝子もあります。で、嫉妬がない。もしもうちとお付き合いしてくださった方でも、他にちびってる遺伝子の方が嫉妬なさったら、もう短い遺伝子はね、勝てないんですよ。実は。そして魔界ができていってしまったんです。でもね、人のマトラシカの中ではね、皆さんやっぱり劣化していくから、遺伝子が崩壊していくから、少しずつね、少しずつが辛いんですよ。激しい人生生きたからって崩壊するから、まあ、燃焼しましてもですね、燃焼しますと、その欲しいな、光欲しい。ところがその急ぎすぎた燃焼人生が、欲しいなった時に、深みがないというかね、やっぱり、純粋な尊さだけになってしまいますと、またその星は、ね、その宇宙空間でその牢獄やから、皆さんが地球を学校と呼ぶなら、宇宙空間は牢獄なんです。実は。皆さんその現在者やし、マトラシカに侵入した。だから、牢獄で管理されてるわけ、星にされてるわけ、光星ね。でも、時々生まれに来る。何があかんかったのか学びに来る。で、地上で、また、武天なされば、遺伝子をちょっとずつね、長くしていけるんですけど、そこね、焦ったらまた、台無しでしょ。第一、遺伝子長くしたら脱出できないわけで。どんどんその、化学構造式を、へつっていかなあかんわけで。無理なへつり方は大変な戦争災害の原因なんですよ。犯罪とかの原因なんですよ。疫病もそうなんです。そこからそうなんです、皆さんが。早よ逃げたくてコロナを皆さんが呼んじゃったんですよ。はっきり言わせてもらえば。じゃあ、ゆっくり劣化したらいいやんか、言ったら、うん、でも、遺伝子から嫉妬合戦はあるわね。じゃあ、それを認めなさわないか、言ったら、まあ、バランスの問題ですし、そこまで分かるともうバランスなんてね、個人個人。そのブレンドバランス必要って分かるでしょ。コーヒーもそうだし、好みのコーヒーのブレンドバランスって一人一人絶対違うから、自分でコーヒーやってみたりしたら、この、まあ、すりぐらい、
2人で見たのセーフやでもね全然違う味が違う入り具合もどのぐらい焦がしたんですかでもう一個は炭焼きの違いもともとアフリカ大陸原産のコーヒー炭焼きだったんですでも最後灰になるけど灰が混ざってたんですよだから、ね、だからアルカリ調整できてたもともとのコーヒーの飲み方がねで結局あ、そうです、もう一個あるんだからそれをイルミナティとフリーメイソンフリーメイソンは私たちにで、ちゃんとその工芸技能って言うべきかな持ってるでしょ指先で何か作れるうちみたいなタイプでも少なくとも音楽をかなりね細かく演奏する能力あるでしょ、ね、で、DIY の方は大したことないけどねで料理も大したことないよ、うちだから先住民の、ね、料理を復活させなかったから。日本列島に帰ってきたエルメスはもう世界中の文明起動したけども、自己嫌悪に陥って帰ってきて、で、ひっそり暮らしとって。だから宮廷料理なんかももう作るのやめとったけど、そろそろエミシ宮廷料理みたいなのね、作ったら面白いし、そうお手やるんですよ。だから皆さんもエミシ宮廷料理をね、先住民の方々はどんどん作らはったらいいんですよ。でしょ天皇家の宮廷じゃないけどね。あれ、ヤマト民族が侵略してね。でもうちの宮廷なんか作られても困るから、それぞれの、大名のうち、恵比寿家の、いわゆる忍者大名。でも、まあ忍者にも謝ってきたけど、まあ、大名の宮廷料理っていう、まあ、それがね、郷土のその高級懐石料理になってますけどね。でもかなり大和に主なったものになってるでしょ。その、例えば、マタギたちがエルフ女王と一緒に作った森林の奥の謎の秘密の王国とか。そんな、ご想像なさって作ってみなさったらどうかなっていう気がしますけど。だって、そのフリーメイソン、まあいいとして、イルミナティって何かっていうのは、結局イルミナティってその多筆っていったものですけど、そういったものはね、まあ生死の段階で負けたものもあるし、むしろ水子なんですよ、イルミナティって。水子って言っちゃえばもう、日本的な、文化上の、いろんなその、入って、膜がついてね、何のことか分からなくなってしまいますけど、要するに受精できなかったり、で、あと、まあ、追放された精子。精子というか、まあ、遺伝子。まあ、白く光るから精子っぽいけど、輝くっていうか、その、空気中にピーって光る精子みたいな。まあ、あれも強力な水子、天使って呼ばれますけど、精霊って、さすがに呼ばれるけど、そういうのがいっぱい見えなくても、光みたいな、ただだけピーって見えなくても、胃があるんです。ブイキュ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 イ。まあ、ブツブツ全体もそうやけど、あれは、友情とセックスして、その、友情の魂と一緒に、おっさんの自我が引っ張ってますけど、やったって、たまらんもんなんですよね。でもそれやけど、向こうも、妻の方もたまらんし、なんとかして向こうの方も届かれたりとか。でも女の方には、ね、その男性の自我だけじゃなくて、ありとあらゆる男性の自我がくっついてるけど、友情だったね。でもどうしてもニッチもさっきも言わなくて、分解もできなくて困ってて、で、黒いてるんだって。要するに光率が下がっていくから死んでた。ね、そういうわけなんです。で、チリがここにくっつけても何とかなんて。もう、藁も使うもんで、いろんなものでも触るわけ。なんか、元よかくやばいね。だから、必死で、本当に浄化せなあかんの。実はね。で、仕上げでしょ。で、結局、イルミナティっていうのはね、もともとね、フリーメイソンもイルミナティだってあって、それは、ソレーシの話すればね。でも、ソレーシはイルミナティじゃないね。で、イルミナティっていうのは現在、ソレーシだけじゃないし。まあ、それ以上一番大きいのは陽子とか中性子とか電子のあたりだけど、もっと細かい精子、皆さんご存知、量子、それから光子、いろいろでしょ。うちは、リルガンマの話とかしましたでしょ。前ね。で、第五宇宙、この宇宙をなんとかも終わらして、でもどんどん宇宙更新して、第七宇宙の原料足りないから、この宇宙で、ぐちゃぐちゃしばしばとなって、いわゆるフェノール化って、比喩的に言いますと、フェノール化した魂霊を、これ分解していかないとね。こんなんは、その、科学的には無理だから。こうやってそのネゴシエーションするしかないんですよ。で、ほぐしながらね。これマッサージですよ、例のね。大丈夫ですかってほぐしながら。で、ちゃんと、分け振ってく、まあ、断りを言っていけない。分け断りをね。そしたら分解しますよ、確かに。コツコツした作業ですよ、この自分のマトリスカの管理。とはいえね。大変な作業です。で、そんな感じで、まあ、イルミナティの方が、フリーメイソンのフリーツはその、ちょっと表現の間違いですね。素粒子は、イルミナティじゃないから。でもイルミナティには一番波動が低いものはそのウイルスとかバクテリアとか、あるいはもっと
衣類につく見えない谷とか、いわゆる、お布団の谷とか、そんな、目に見える赤い、さす谷とかじゃなくて、もう、人間の目、目には見えてると思うけど、脳が感知してないんですね。都合悪いから脳がもう、そんな目に見せてやっちゃうんです。ね、そういったもの。あるいは、のみ。まあ、そのぐらいですかね。それ以上の存在になりますと、ちゃんとなんか作りますからね、昆虫とかになってきますね。だから、水やったミジンコ、そのぐらいまでは、何も作るわけもなく、ただ漂って、まあ、ただ、右往左往行ったり、大数号の種。それが光の特徴でもある。光ですか。イルミネーションの特徴、水子の特徴でもある。だから、まあ、飲みまでですね。だから、飲みはさすがに素粒子じゃないか。だから、フリーメイソンはもともとイルミナティだったっていう言い方は間違いですね。なんでかと、そのイルミナティがそんなクローズアップされたのは、フリーメイソンが確立したから、イルミナティっていう呼び方ができたんです。エルミナティ。イルミナ天使みたいな。なんか持ってないもん全部くれみたいな天使。みたいなのをイルミナ天使って言います。自分のものじゃないのを欲しがる顔なし。みたいな。っていうのはお話で、分かってくださったかと思うんですけど、だからさっきのね、どうこの花嫁だけ、これ終わりじゃないんですよ。ね。その後にその、やっぱりドワーフ夫婦が困難に巻き込まれる。なんとか嫉妬したイルミナティ、要するに水子戦士たちが、そのドワーフの家族をダメにしようとするんです。なかなか無理ですけど、子供たちがどんどんダメになる。わざ罠にかかっていく。で、ドワーフの夫婦も仕方ないから、どんどん家庭崩壊していくんです。それぐらい、人間夫婦は嫉妬されてます。生死から、実はね。彼らは、そういう誇り高い、イルミナティじゃないわ、間違えた。誇り高いフリーメイソンみたいな、本当にその、工業職人、職人人工業、もともと職人って工業のものだけど、工業じゃ工業に携わる、技能職だけど、今は例えば、送りバントの職人とか、比喩的に使われるでしょ。これがあかんんですよ、そういう使い方。職人だけはね、比喩で使うと、非常に困難なことになるけど、まあ、イルミナティが、どんどんそういう比喩を作っていくから、くる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 とね。だから、まあ、それに対応していかざるを得ないね、そこはね。じゃあ、結局その、職人夫婦を、ダメにしようとして、子供たちを例えば芸能界に誘うとかね。で、芸能界に行きたくならざるを得ないような社会を無理やりイルミナティが誘導していくんですよ。ね。その過程で、工業文明同士の軍事的衝突などを起こしたりして、ね。そこまで手の込んだ恨み方せやねん。それぐらい水子って恨んでんねん。その水子に対する説得をネゴシエーションっていうね。例の、スピリチュアルの世界でもネゴシエーションっていうの。普通は立てこもった、犯罪者に対して警察がネゴシエーターで。で、あんた、お父さんお姉さんがあれネゴシエーターしようですけど。まあ、そんなことじゃなくて、その後のお母さんのやつ言わないからね。そのスピリチュアル的なネゴシエーター。で、結局そういう、こういう断りを打っていくわけだから、まるでその仏法のね、方針に似てるし。仏法の方針に似てるし、そういった知識とか、その知識が一体どう、現実それはどういったものになっている、現実にどういった作用をしているのか、その原理が。それつぶさに見るとね、説得の様子がないし、何も説得力ないって。向こうも、あ、こいつ嘘やと、また説得力ありますなぁ、って言うて誘導したりするし。で、まあそうやって、なんとかその、イルミネーションね、その、不公平感っていうのはなんとか、そこをね、なんとか補えれば、別に実際に差があっても、例えば差別とかありましたもんね。不公平感がなければ、その差別されてる方が有利だったりするし、例えば、エタヒニンの部落は、徳川時代には基本、税金かからなかったんですよ。徳川家康がエタヒニンだったからなんですよね。当時は忍者大名ほとんど得た人なんですよ。武将もほとんど得た人なんですよ。実は。だから戦国時代に私たち日本戦時には日本の権力もすでに脱会してるじゃん。実は、ね、安心なさいました。じゃあまあその結局ね、イルミナティを唱ってね、不公平感をね、なくしていくか。で、まあ物語で大体人間って困難なんですけど、ただね、イルミナティの人たちも、また人間になりたいその逆流の流れがあるんですよね。
本当はどんどん減っていったら自分ご自身のマトロシカに帰れるんですけど、遺伝子のままご自身のマトロシカに帰れませんねん、実は。このパラドックスが苦しいところね。それはお互いにそうです。